J1 のトップ選手の自主トレを密着していきたいと思います。2、3、4、8、9、10、11、オフ入ったら2ヶ月何もしてないんだとか、練習1日2時間で終わってたのとか、そんなことないよ。はい、今現在 J リーグはシーズンオフということで、はい、選手たちは自主トレしてるんですが、今回は自主トレ密着ということで、J1 のトップ選手の自主トレを密着していきたいと思います。で、はい、今日は、LP ベースということでパーソナルトレーニングのところで撮らせてもらうんですが、早速ですが来ました、この選手です。この選手です。あ、ナスさん、おめでとうございます。おめでとうございます。演出みたいになったのやめましょう。カットです。今日は酒井豪徳選手の、まあ、自主トレ密着ということで、前ね、LP ベースで、はい、一緒に撮らせてもらったんですけど、で今日は飯野選手、はいはい、一緒に やってるということで、お願いします。ちょっと自主トレを、はい、オフの自主トレを、はい、相変わらずいい体だ。いや、言葉が見えてない。いやいやいや、もうあんまりですけど、それはやばいですよ。ちょっとさせてもらいます。はい、お願いします。酒井選手とかは、まあ、自主トレでそこのコンディショニングっていうところもすごく気を使ってるので、プロだけじゃなくていろんなサッカー選手、サッカーアスリートの方には参考になるトレーニングだったりすると思うので、はい、こちらの LP ベースなんですけど、はい、まあ、今もワールドカップで活躍した三笘選手だったり、川崎のとあるの家永選手、浦和レッズのザイオ選手とか、他にもあのトップアスリート、サッカープロサッカー選手もこちらでトレーニングされてるという。でその、まあ、選手にあってやっぱメニューとか種目を変える、うん、プレーに適したトレーニングをするということで、まあ、そういうのも含めてちょっと聞いていきたいと思います、はい、今日はもう酒井豪徳選手を、まあ、密着させてもらって、どういうトレーニングをしているか、どういう意識のもとに、どういうプランニングでこのオフを過ごしているのかっていうのを含めて、うん、今日は取材させてもらうんですが、後日なんと、はい、こちらで一緒のトレーニングをさせてもらいます、はい、それはまあ別動画ということで、はい、あのどのくらいの強度でやってるのか、うん、あとはあの選手たちがどういう意識でやってるのかも実際体感もしてみたいと思うので、うん、今日はしっかりとその酒井選手を中心に、プロの選手たちがどうやってこのオフシーズンを過ごしているか、トレーニングを過ごしているかっていうところに注目してやっていきたいと思います、はい、ちなみに那須さんはオフシーズン、はい、どうやって過ごしてたんですか。多分考え方っていろいろあると思うんですけど、うん、3つぐらい、もうゆっくり何もしないでしょ、うん、でもう一つは、まあ、維持、現状維持、はい、でもう一つはそのパフォーマンスを上げるため、結構3つに分かれるかなと思って、どっちかというと僕はその能力、シーズン中だと試合出てたらフィジカルの向上とかできないので、はい、だからオフシーズンにその怪我をしない体、うん、あとフィジカル的にもメンタル的にも充実度をさらにこうシーズンにトップギアにこう合わせられるような、はい、っていうのが僕のオフシーズンのやり方でした、うん、なので、まあ、本当人によりきりです。あ、結構あの外国籍のブラジル人の選手とかはシーズンもう始まりまで何もせずにシーズン合宿からちょっとずつ整えて開幕に合わせるっていう選手もいましたし、だから本当人によってそれぞれ様々でも今の選手たちは結構オフシーズンにそこのコンディショニングの部分だけじゃなくて、うん、フィジカルの向上っていうところで結構追い込んでる、うん、SNS 見ても追い込んでる選手とかもいたり、だから意識はすごく上がってきてる、うん、傾向にあるかなとは思いますけど、はい、その中でもう代表作と言っていい、はい、酒井選手なんで、だから僕も楽しみです、久しぶりに。そうですね、はい、このシーズンオフの考え方いろいろあると思うんだけど、何もしない選手もいるじゃん、まあね、何もしないかコンディション維持か、オフに追い込む選手もいるじゃん、フィジカル向上とか、どっちかというとそのフィジカル向上とコンディション維持の間ぐらいでしょ、こう、まあ、終わってもちろん俺も休んでるんで、うん、もうなんか休んでないみたいになっちゃったら、はいはい、でもその休む期間を決めて、うん、例えばその1週間丸々シーズン終わってから休む期間に当てて、うん、そこからは段階で動くとかっていうのも、怪我しないのももちろんそうなんですけど、大体俺はその前のシーズン、だからそのシーズンが終わったシーズンのなんか総括みたいなの自分でして、前もちろん良かったところもあれば悪かったところもあるっていうので、で悪かったところだったりっていうのを次のシーズンでなんかどう伸ばすかみたいな、だから次のシーズンどういう自分になりたいかっていうのをオフシーズンでやるんですよ。なるほど、なるほど。なんでそのシーズンによって違うっていうか、だからもうやることが毎年違う、
まあ、もうちょっと基礎体力向上ならランが多くなったりとか、瞬発上げたかったら瞬発のトレーニング入れたりとか、ステップとかスプリントとかっていろいろ変えてるんですけど、そういうのをこうそのシーズンオフにやるから、その次のシーズンに入った時にそこからベースアップしてプレーできるっていう、基本的にこのオフのトレーニングっていうのはもう俺の中で来シーズンのスタートと一緒なんで、チームが始まってる時にはもうやっぱ体が出来上がってっていうのがもうドイツにいた時から染み付いてるんで、なるほど、でキャンプで体作り始めたら、結局みんなと同じスタートラインなんで、もうそうじゃなくてそこで 100% できるようにして、やっぱスタメンを果たさないとか掴み取るとか、このキャンプ調子良かったからスタメンでできるとかっていうような流れを作りたいんで、準備っていうか準備なんですよ、準備というよりなんかもうこう本気で結構やってるって感じ、ちょっと強化も入ってますね、なるほど、はい、維持のシーズンもあれば、強化のシーズンもあるしっていう感じでは一応やってます、今年のオフのテーマとかは、まあ、去年も一応、まあ、一昨年全試合出て、去年がなんか1分か10分か忘れたんですけど、だけ出場なんか交代で出てなかったんですけど、試合やりきる体力はもちろんあるんですけど、まあ、ちょっと個人的に疲れたなって思う瞬間が多かったなって思うんで、基礎ベースのところの体力アップはちょっともう一回したいなっていうのもあって、っていうのもまあ自分がドイツから帰ってきたシーズンから比べて、その元々持ってたベースがちょっと下がったイメージがあるので、まあそのベースをもう一回そっちに戻したいっていう意図を持ってやるっていうのと、まあ、いつもやってるそのスプリントとか、動きとかステップワークとかっていうのが継続してやれたらなと思ってるんで、まあそこはまあ今日もやりますけど、そういう感じなのを取り入れたトレーニングをしようかなと今年は思ってるんで、まあ、来年に向けてはちょっとベースアップのところ、もう一回こう自分がドイツから戻ってきた時の体をもう一回この作りたいっていうのは一応考えます。ね、言ったでしょ意識っていう言い方はしたくないんですけど、まあ、これが日常という、まあ、酒井選手の意識が高いとかじゃない、それをしないとやっぱシーズンいい形で入っていけないと、本当にあの貴重な動画になってると思うので、チェックしましょう。畑中選手と新野選手も一緒にやるっていうことなので、はい、3人に共通してるのは、まあ、J でも屈指のまあフィジカルお化けっていう選手たちの部類だと思います。はい。膝伸ばすのがまず優先で、その価格をぐーっと下に、そう。遠くしてもらって、少し意識的に吸った空気が鼻の穴通りに来て、吐くのが少し口でゆっくりしましょう。呼吸のリズム。あと2呼吸したら1回休憩。立った場所また機能して、ヒート少し。いった。もうボートでよく動くようになりました。ボート、本当に。これあの石垣の時、小池君の引っ張りはもう無理ですね。マジで手が出そうでしたもん、ね。痛すぎて。痛すぎて、マジ。こうやって。こんな柔らかかったと思いますか。すごい。大体進化前、進化後みたいな。非常に柔らかい。進化前。進化。体が柔らかかったり可動域が広いとそれ相応に筋力とか関節の柔軟性とかがないと怪我しやすくなるから、自分 の, そのパフォーマンスレベルっていうか上がるから、はいはい、ただただ柔らかくすればいいっていうわけじゃなくて、はいはい、そうしっかりとそのパフォーマンスに合ったその柔軟性っていうのをつけないと、筋力とかが伴わなかったり、関節の可動域とかそういうのがやっぱ最大化されてないのに、体だけ柔らかくしてもしょうがないっていう、だから怪我もしないのはそういう、もう両方が同時にできてるから、僕もやってればやってるほど全然なんかベタってくっついてこう、でこの時にゆっくり。そしたらそのままひねった手を前にしていって、前に出た。少し柔らかい強を出てみるよ、柔らかい。そう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 。でコントロールしながら下ろして、また胸開く。ほら、これめちゃくちゃ硬いから見て。これしかいかない。めっちゃ硬いじゃないですか。Thank you.
あ、でも、全然痛んでない。で、そしたら少し前に。神経的な部分も入ってるから、ね、この体的な反応と、うん、あとその神経をしっかりとシンクロさせるっていう、うん、体とだから同じタイミングで体格でもいろんな本当に意味合いがただトレーニングでも複合的にこうトレーニング要素が入ってるのでそれを選手たちはこれ体感っていうか実際実践しながら、うん、次合わせた、うん、トレーニングって走るとかのイメージですけどそうそうそうこういう普段見れないですもんね。こういうコアな部分をおろそかにしないところが、うん、一番やっぱこのベースとなるところだから、うん、それをどんだけ突き詰めてやれるかっていうのが結構重要な、うん、確かに。
で、手で何とか押さえて相手が止まったら中途解約するって感じ。そうだ、ついてて止まらせて解約する。そういう感じ。マジで捕まえに行ってる。だからいつもまだやられないよ。バリバリメディアの悪いところでもあるっていうか、選手が悪い、いいを書くのはメディアだから、でも選手もそれを発信しないから、やられたりとかミスしたりしてるけど、それ以上にどんだけの準備してて、もうそれが起こるかっていうのが分かったら、ミスも仕方ないって見方もできるかもしれないんだけど、サッカー選手ってやっぱ、ね、オフ入ったら2ヶ月何もしてねえんだとか、練習1日2時間で終わってんだろうとか、いやでもそんなことないよっていう、まあそういう人もいるかもしれないけど、今回のワールドカップもそうですけど、批判があったり、歓喜があったりだったじゃないですか、うんうん、でもどんだけの練習と準備を日本代表が現地でしてるかって、例えば那須さんが行ったら、那須さんも現地の練習見たら分かるわけじゃないですか。これはだからジャーナリストじゃないから、そうそうそう、あのパーソナルな部分と、まあ、戦術的なところ、いろんな両面あるじゃん。だからそのパーソナル部分がもうワールドカップとかあそこら辺のレベルになるとめちゃくちゃ大事じゃない、メンタリティとか。それを抜きにあの評論家はジャーナリストが言うから、それがなんか、ね、知らない人たちの正解みたいな感じになっちゃうから、それはちょっと違うなって俺は。俺からしてみたらなんか1年間でプレミア何試合見てるなんて普通の一般の人と一緒じゃん。そうだって誰でもできるから、うん、それを知ってるかのように言われると、うん、やっぱまあ、そうそうそう、結構腹立つって陰で思ってる人もいるはいるっすね、うん、俺は。俺の中でこの人絶対そんなことも知らないけど先日のこと言ってんだろうなって思ってるんで。まあ、そういう背景はやっぱ知ってほしいですよ、ね。うん、まあ、今回お願いして承諾したのも、その別にトレーニングを見てほしいわけなんで、これだけの準備とこれだけっていうのを時間使ってやってると、全員じゃないけど、まあ、その上目指す人たちはやっぱこういうことやってるっていうのは知ってほしいし、これがもしかしたら結果につながらないかもしれないけど、積み重ねなんで、これが2年後に出るのか、来年に出るのか、1ヶ月後に出るのかは、その人の努力次第だと思うんで、こういうことやってますよっていうのは、もうみんなに知ってほしいし、もう一個は、こういうことやってますよっていうのを、今頑張ってる人たちにもっとやんなきゃダメなんだよっていうことを知ってほしいです。ただサッカーやるだけ、ただボール扱い上手くなるだけ。ボール扱い上手い子はやっぱいっぱいいるんで、それはもう自由時間に自分の好きなだけ使ってもらって、こういうのって世界戦ってるなって、ね、絶対大事だから、この一瞬を極めるじゃないですけど、その1秒遅れたとか、その1秒踏ん張っちゃったとかっていう経験もあったんで、なんであそこ集中力切らして、ベタ足で行っちゃったんだみたいな、で、それが PK 招いたりとか。能力じゃ世界とは戦えないからね。そうですね、今自分が持ってるっていうか、それをどんだけ最大化させてプラスアルファを生み出すかっていうね。それはやっぱ俺はすごい大事してて、で俺なんて本当に上手なタイプじゃないから、じゃあ守備やってる時にどこで勝たなきゃいけないかなって、やっぱ海外で思った時にこういうところでがむしゃらについてだけじゃなくて、しっかりついてってやらせないとか、まあ、それでもやられる時とかやっぱあるんですけど、それはもちろん人間なんで 100% 守れたらね、きっと自分だってビッグクラブ行ったらなるから、でもそうじゃないのがやっぱ人間で、ただそれの確率を減らしていくね段階しかできないじゃないですか。なんで上手くなれねえの、なんでそんなパスもできねえのみたいな感じになるけど、そうじゃないんだよねっていう、まあまあそういうのはまあ知ってほしいなって俺はめっちゃ思いますし、みんながみんな努力 してるわけではないかもしれないけど、でも努力してる人たちはこれだけ努力してて、その時その時のチャンスをつかめるように頑張ってるんだよっていうのは、まあ、サッカー選手としてやっぱ見てほしいなと思います。ただただ毎日過ごしてるわけじゃないっていう、これの積み重ねを4年間やってきて、なかなか終わる可能性もあるわけだよ、あるかもね。それでも難しいんだっていう、どれぐらい
すごいことなんだっていうのをワールドカップとかがとか代表選手がとか海外でやってる人たちがとかこういうの見るとより、うん、感じれるかなと思います。引いてる引き上げてる引き上げてる。そしたらそのまま今度両足そのままちょっときつくてバラバラしてバラバラして短くていい。それで確認しながらひぃそれで細かシェイクするもう盛るみたいな深夜の頃から、うん、理解してやってるのと運転の差があるから、ね、そうですね。ヨーロッパとか海外はやっぱりそういうところの指導者も含めてやっぱそういう知識の部分、うん、スタンダードでみんなやってるから、うん、別にパーソナルでどっかでやってるじゃないですか、うん、日本っていうのはまだ全体的に見れてまだまだ、うん、そこの情報量とかそれを伝えられる人が少ないから、うん、こういうのがジュニアの部分からいろんなサッカー界に広がっていく。で、それがスタンダードになっていく。で、もうどんどん質が上がっていく。そういう風になっていかないと、日本が世界にやっぱその戦える日本サッカーの環境っていう、うん、人の向上っていうところにつながっていかないですね。めちゃくちゃ、本当にめちゃくちゃ超有料級だと思う。1対1、あの、で悩んでる人とか、そうですね、もうめっちゃ見てほしい。うん言葉一語一句、今日ゴーが言って一語一句あとあの動作とかめっちゃもう超実践向きだ。はい、午前中のトレーニングは終了ということで、まあ、動きの動作だったりあの本当に細かいところそこのすり合わせをトレーニングで落とし込んで、はい、で午後はランニングということで場所をまた虎ノ門の方に移してまあ、ラン中心のメニューになると思うの で, そ, うです、まあ、そちらの方まで密着させていただきたいと思います。あーそうポジションが急に崩れるからできれば口はあんまり入れほしい。なんで口あの緊張してるお腹入れるから。そうなんだ。そう末端の力が入るとお腹入れやすい。体格の 手足に取りやすいから3、2、1、ナイス3、2、1
そこで、そうそう、このぐらいのイメージで。3、2、1、OK。さあ、どこに？20。3、2、1、OK。さあ、次ラスト。3、2、1、OK、ナイス。しっかり食べましたよ。はい。ゴルフをイーノ選手に教えてた。ゴルフレッスン。はい。グリップの大切さを教えてました。はい、お疲れ様でした。かっこ。あ、タキシード、すいません。あの、これから、ちょっと、パーティーがあるので、っていうのは、違和感しかない。違和感しかないですけど、はい。で、午前午後、まあ、トレーニング終えて、はい、今日何日目だっけと。今日は2日目ですね。昨日入りして、今日2日目ですね。2日目で。はい、で、あと、3日間。そうですね。今日入れて3日間ですね。はい、3日間。まあ、来シーズンの準備ということで、はい、もう今日1日午前午後密着させてもらったんですけど、後日ちょっと僕も体験させてもらったことで一緒にちょっとさせてもらうんですけど、はい、まあ、その強度だけじゃなくてやっぱその質の部分だったりとか動作とかね含めてやっぱりこう、まあ、一流というかもうずっとねトップでやってるからそういう選手がどういうトレーニングをしてるって 今回めちゃくちゃ勉強になったっていうか、もう参考にしてほしいことだらけだし、俺も現役に知りたかった情報しかなかったから本当にそれを参考にというかトレーニング生かしていただければと。でもっと知りたいっていう方はこちら、はい、ライフパフォーマンス、こちら、まあ、概要欄の方に記載させてもらうので、ありがとうございます、はい、そちらからぜひ問い合わせして来て、はい、自分投資、自分投資ですね、はい、まあ、来シーズンというか、はい、まあ、そういうトレーニングに対するこう考え方も含めて、はい、そうですね、アスリートとしてそのピッチの上だったりテレビの前でこう皆さんに見られてる選手っていうのはもちろんのことなんですけど、やっぱ選手っていうのがどれだけその90分、まあトーナメントだって120分ある中のパフォーマンスの中で、そこで自分のパフォーマンスを発揮するためにどれだけのことをやってるかっていうことっていうのがもっとこうメディアを通して発信されたい、した方がいいなってやっぱ僕は思うし、いい意味でも悪い意味でもこう選手が、SNS を通して目立つような時代になってきて、どうしても目の前のものに取りつかれてしまう人が多いと思うんで、やっぱりこういったところで選手がしっかりやってるっていうこととか、その準備をどれだけしてきてそれでも発揮できない、発揮できる、いろいろパターンはあるかもしれないけど、その大事さっていうのはやっぱりもっと自分は発信していきたいなと思ってたんで、まあ、今回那須さんから話をいただいて、まあ、ぜひってことでお願いしてもらったんですけど、うん、まあ、だからこういう動画だったり、まあ、選手をやっぱりまた次ね、通して動画を通してみたときに違う目線で見てもらえるっていうのはすごくありがたいと思いますし、自分を高めるツールっていうのが世の中にいっぱいあるんだなってことを知ってほしいと思うんで、まあ、本当にぜひ参考にしてもらって、僕が今トップでやってるタイミングでやってることを、やっぱテレビとか YouTube とかで見てるジュニアのね小さい子たちにやっぱり先駆けてやってもらって、自分が10年かけてきたもの、作り上げたものをやっぱジュニアの頃からやって、こうその10年をスキップするじゃないけど、先取りするっていうのは将来の子供たち非常に大事なことだと思うんで、それの参考になれたらなって今回すごい思うんで、ぜひ参考にしてもらえればなって思いますし、まあ本当に自分もお世話になってるライフパフォーマンスっていうところに来てもらって、情報だけでもしっかり聞いて体験してみるっていうのもいいと思うんで、まあ何かの力になれればなと思うので、ぜひ活用してもらえたらなと思います。もう来シーズンもちょっと応援させてもらうので頑張ります。まず今日は一日お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。